しっす今回は何用ですかテストあ,あ今回の中間ねいやさすがにビビったわまさかほとんどの科目が赤点になるとは思わなかったしちゃんとテスト勉強しろ嫌ですよそんなめんどくさいことつうかあんな勉強いつ使うんすか正直そんな頑張って勉強して働かなくても 体売った方が手っ取り早く稼げるし。何ですか先生もしかしてエッチな想像しちゃってますいいですよ。今なら特別価格でお安くしときますよ。こんなことやってたら定額じゃ済まない別に、私は稼げるって言っただけでいつもやってるなんて一言も言ってません。とにかく、私は勉強なんてやる気ないですからね。 じゃ、これで失礼しまーす。何ですかどいてくださいよ。じゃないと帰れないじゃないですか。話はまだ終わってないだから私は勉強なんて。え、今何て言いました次の期末で全科目平均点以上取ったら何でも言うことを聞くそれ。 本当なんですか男に二言はありませんよねただし取れなかった場合1ヶ月みっちり報酬いいですよその勝負受けます <laughs> まさか私の方から先生を生徒指導室に呼び出す日が来るとは思いませんでしたね忘れてないですよね あの約束のこと先生も想定外だったんじゃないですかまさか私が全科目で平均点いや90点以上取るなんて周りの友達も驚いてました先生も私の補習に向けていろいろ準備してたっぽいし先生なんでそんな世界の終わりみたいな顔してるんですか別に私は退職しろなんて言わないですよ 何驚いてるんですかまさか本気で言うと思ってたんですかまったく先生は私を何だと思ってんすかじゃ約束通り先生に一つ命令しますね私に襲われてください驚いてますねでも先生に拒否権はないんでこのまま襲っちゃいますよだから やめてくれって言っても先生に拒否権ないんですってばもうそんなにうるさい口はこうしてやりますようん <laughs> 先生しちゃいましたね生徒とちゃんと黙ってくれて私は嬉しいです ちなみに言うと私これがファーストキス信じてない言ったじゃないですか私は別に体は売ってないってあじゃあ私として確認します <laughs> 照れちゃって可愛いですねなんでこんなことするか決まってるじゃないですか私が先生のこと好きだからですよ もともといつもテストの点数低かったのって生徒指導室で先生と二人っきりになれたからですしあと今起きてることも実は計画通りなんですよね最初はこの計画のためにわざとテストの点数を低くして今回みたいな勝負を私から仕掛けるつもりだったんですけどまさか先生の方から仕掛けてくるとは思いませんでしたまあ都合は良かったんですけど 先生も実は嬉しいんじゃないですか誰もいない放課後の生徒指導室で現役女子高生ギャルに襲われるなんて望んでもそうそう来ないシチュエーションですよまったく素直じゃないですね先生はまそんなところも好きなんですけどとにかく約束は守ってもらいますよ <laughs> 大丈夫ですよ先生 今は嫌かもしれないけどすぐに気持ちよくなってどうでもよくなっちゃうんねまあ、もしかしたら私が歯止めきかなくなっちゃって先生の意識飛ばしちゃうかもだけど恨むならそんなにかっこいい自分を恨んでくださいじゃ覚悟してくださいね